難しいものだったんですけど、まあ、自分でも、ね、なんであんなにうまくいったかわからないんですけど、まあ、小さい頃からゴールデンウィークも削って練習してきた甲斐があったと思います。ありがとうございました。どのようなことを考えて打球を見ていましたか？いや、まあ、ランナーが高谷だったんで、まあ、僕調べでは僕よりも数倍足が遅いんで、まあ、ああいう当たりじゃないと、まあ、帰ってこれないと思いましたし、なんとかホームまで走ってくれと思いながら僕も走ってました。今日7回まで引っ張ってきました。高橋投手のピッチング、木下さんから見ていかがでしたか？やはり、まあ、ヒロトに勝ちがつくのが一番良かったんですけど、ね、ここ数試合苦しい投球が続いてたんで、まあ、今日を機に、はい、次からどんどん勝っていけると思うんで、はい、まあ、ナイスピッチングだと思います。試合を決めたのは石川昂弥選手でした。これは7回で石川さん、満塁で回ってきました。あの打席、どういった思いで入ったでしょう？やっぱり、試合を決めるという強い思いで打席に入りました。フォアボールの後の最初のストライク振っていきましたね。最初のストライクから振っていきましたね。浮いてきた球は全て振ろうと思ってたので、それがいい結果につながったと思います。犠牲フライには十分の当たりでした。感触、手応えいかがだったでしょう？まあ、最低限の仕事はできたと思うので、はい、良かったです。ベンチに戻ってからいつもの笑顔ではなくて、何かほっとした表情が印象的だったんですが、そのあたりいかがですか？まあ、なかなか得点圏で打ててなかったっていうのもありますし、本当に打点を上げれてよかったなと思いました。今日の高橋投手のピッチング、後ろから守っていて、見ていていかがでしたか？まあ、ホームラン打たれたんですけど、ずっと安定していいピッチングしてたと思うんで、ナイスピッチングだったと思います。